ただの岸田政権の劣化版、石破茂氏はなぜ選ばれたのか。背景がヤバすぎた。石破氏が提唱する政策は高市氏と比べると薄っぺらい感じがします。本当に実現してくれるのでしょうか。岸田元首相のように財務省の言いなりになる予感しかしない石破内閣。そんな石破氏がなぜ選ばれたのか解明していきます。ではどうぞ。石破さんが勝ったからこそこれを読んでいただきたい。で、例えば、高橋さんと藤井聡さんね、石破小泉は財務省の操り人形であるとか、だから門田隆昌さん、安倍瑠衣さん、これ究極の、高市 VS 亡国の石破小泉であるとかね、うん、いかにこう石破が勝ったらこう亡国かという話、例えば財務省の操り人形、うん、石破さんはですね、なんていうかな、もう ほとんどあの自民党支持者の中であんまり支持されないっていうか、うん、ですね、で石破さんを支持してるのは大体あの自民党嫌いな人が支持してるっていうか、であの今回あの8月に出た著書も読んだんですけれども、でまたこれ読んでみたら、まあ、あのなんかタイトルに保守っていうようなタイトルがなんかついてましたよ。なんていうタイトルでしたっけ。保守政治家。保守政治家でしたっけね。で保守政治家っていうタイトルの本ですから、なんか保守についていろいろ書いてあるのかなと思ったら、なんか保守とはあの寛容なことであると。で寛容なことってのはリベラルにも通ずるから、保守イコールリベラルであるとかってなんかこう謎の理論を言っていて、で他のところ見ても保守は何だってことは何も書いてないんですね、うん、で歴史とかその日本の伝統とか文化とか歴史に対するこう誇りとか、愛着みたいなことってのもまあほとんどあの感じられないんですね。でおまけにもっと呆れたのは、その保守政治家の最初の方ですね、最初の章については、なんていうかな、こう日本の例えば経済が悪くなったのはどういうところに原因があったのかって言ったらですね、うん、こういうこと言ってるんですね、これはあの大体、まあ、よく聞くような話ですけど、30年前によく聞いた話なんですけど、要するに日本の企業社会っていうのは非常に閉鎖的であると。でこういろいろこう組織内からいろいろ批判が出てこないと、で批判に対して閉じていると、だからそういうところだから、あの革新的な、あのなんていうんですか、あのたなんかこう経済のこう企業にしても革新的なこう改革とか構造改革とかそういうのは全然できないから、で組織がだんだんこうあの外から批判されることからに対して怖がって閉じてしまって、でその組織がだんだん古臭くなって腐っていくから、あの景気が良くならないのかっていう、これまたよくわけがわからない。だから日本社会のこう革新的じゃないっていうんですね、こう閉鎖的であることがあの日本の不況の原因だと、なんかそんなことがいっぱい書いてあるんですね、うん、あとね、なんかそんな感じでその日本の文化っていうのがあのそういう閉鎖的で、ダメだから日本はこの30年間元気が出なくてダメなんだっていう話ばっかりなんですよね、最初のところ、うん、だからまあ、 あのそういう意味であの そういう文化論って私非常に怪しいし、政治家がやっちゃいかんと思うんですよ、うん、でそれやるんだったら、じゃあで石破さんも書いてるのは日本の文化を民主的にするためになんていうかな、こう日本の文化を変えるべきだみたいな話をしてるんですね、もうより民主主義的な文化にっていうような、いやいやいや文化ってそんな変わりませんよって、で文化にはいいところもあり悪いところもあるわけなんですね。だからあの一つのところ文化変えようとしたら大体副作用の方が大きいっていうのがあの、まあ、これまでの人類の経験からあるわけですよね。ですからそういうことを考えると、いやこれやっぱ保守ってのが分かってないし、その保守ってのが思想じゃなくて佇まいだとか態度だっていうふうにも言ってるんですけど、だけどやっぱり保守の根幹にはやはりですね、あのいいとこ悪いとこあるって分かってても、あの日本だったら日本っていう文化に対して愛着がなきゃダメなんですよ、やっぱり。でもう日本の文化とかその文化をみんな共有してるあの同胞ですかね、そういう人たちに対するこう深い愛着から出発しなきゃいけないのに、なんかそういうのは全然感じられないっていうですね。でそれで保守イコールリベラルだって言ってるから、まあ、結局もうリベラルだか保守だかなんかよく分かんない感じなんですね。でこの中であのその本の中でもやっぱりあの歴史の話とかも書いてありましたけど、まあ、結局あの、まあ、いわゆるこう自虐史観的な話ばっかりで、あの日本の歴史って話にそのそういう話で日本の加害責任みたいな話しか書いてないと。だからまあこの人本当保守じゃないじゃないかと。でタイトル保守にした方が売れる、今のご時世売れるからと思って保守にしたんでしょうけど、いや全然保守じゃねえじゃんとか思ってあの読んでましたね。ですからまあそういうあの非常にこうなんていうかな、こうぬえ的な人というかね、つかみどころのない人ですので、うん、まああので経済政策全然分かってませんの で、うん、で結局だから この今の、日本の経済が悪いのは結局企業社会が閉鎖的だっていう話ですので、まあ、出てくる
経済のこう成長戦略っていうのは基本的に構造改革しかないわけですね、この人の話からいくと。だからまあ結局だから小泉さんとあまり変わらないことで、ますますこうどうせ解雇規制の緩和とかっていうのも財界から言われたらやっちゃうでしょうね、下手するとね。だからまあこれデフレ脱却はないですな、このままいくと。やっぱりでおまけに何ですか、今回の総裁選の中で高市さんだけが積極財政派だったけれども、まあ、石破さんも全然積極財政とか、もうケインズの議論なんかもう古いみたいなことこの本の中にも書いてありましたので、だからまあそういう積極財政路線というのは絶対取らないでしょうし、まあちょっと経済に関しても先が思いやられますよね、うん、あとまあ、もうちょっとこの辺にしておきますけども、あと夫婦別姓の問題にしても、はい、皇室の、まあ、女系天皇とかってやっぱ言ってますから、なんかそういう話ですので、まあなかなか まさにこう自民党政権じゃない自民党政権ができちゃったみたいな感じじゃないですかね、はい、ちょっと高市さんは、後に、ね、置いておいて、その石破小泉票、はい、今の世談の話を受けて岩田さんいかがですかね。今、はい、ご指摘の石破論についてはみたいなですね、まあね、なんか結局石破って喋り方がねっとりしてるんですよね、で私もね読みました。でこれそれこれはね、このウェルの中で叩いてるのは、はい、まさにね、この今先生がおっしゃったことを書いてるんですよ。要するにでもね、やっぱりね、先生はね、やっぱちょっとね真面目すぎる真面目すぎるよ。だってね、それはね、その石破が本の中でね、一番最初に書いてる、ね、日本のね、その企業がこう閉鎖的でどん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 ね、なんか物を言えなくなって改革ができなくなるっていうね、あれは自民党と自分の関係について言ってるだけなんですよ。要するに俺は本当は自民党を良くしたいと思って悪口言いまくってるのに、これは俺のこと気持ち分かってくれないだろって、これ日本全体もそうなんだよというね、自己弁護なんですよ、これは。要するにね、どうして私は後ろから鉄砲撃つのかっていうね、その後ろからの鉄砲撃ちを擁護したいというのが、この石破の第一章の本質。だからもう先生はね、真面目すぎる。私が冷遇されてる自民党はおかしい。おかしい。そんな自民党がある日本はおかしい。だから日本の文化はおかしい。だから嫌いだと、まあ、こういうことですよね。だからね、まあこれがね、石破なんですよ。で保守についてもね、なんでね、本当にね、石破のね言ってることっていうのはね、リベラルがね保守だというねことを言ってるわけですよ、でね、レオ・シュタラウスが、穏健なリベラルと穏健な保守っていうのはほとんどね見分けがつかないということを言ってる、まあ、文明があるんですけど、これはね、それはその通りで、確かにね、保守派の中にね、その例えばリベラルって本当の意味でのリベラルですよ、つまり自由を愛するとかね、例えば、まあ、昔の自由主義者ですよ、古典的な自由主義者のね、見るとか、まあ、そういった人たちの言ってるような自由でもね、石破の言ってるリベラルっていうのはもうね、ただの左翼なんですよ、これ、この左翼全体主義なんですよね。だからこれ別にね、リベラルじゃないんですよ、ではそもそもはね、で保守はリベラルだって、保守は感覚だって言ってる。でこれをね、論拠に使ってるのは江藤淳なんですね、江藤淳の保守とは何かっていう本があって、でそれについて、言ってて、そこの中で保守っていうのは佇まいだとか感覚だとか書いてあって、ある意味でね、江藤淳の言ってることは正しい部分もあるんですよ。だけど江藤淳はね、その、ね、中で同じ保守とは何かっていう本の中で、もうなんかこれね、もう読まなくてもです、もうでもどうせ届いてるのかな、これ、はい、ご覧の方、活字で読むとまた違う趣がありますから、そう、ね、もうちょっと真面目に見えますね、はい、だけどだからね、それ結局ね、江藤淳が言ってることは何かって言ったらですね、とりあえずね、うん、今までと違う新しいものが来た時に合理的だとかこっちの方が素晴らしいっていうものがあってもすぐに飛びつくんじゃなくて、今までと違うから嫌だっていうね、いう発想、この感覚を持つことが保守の一つの重要な要素だというふうに言ってるわけです、江藤淳がね。だから江藤淳が言ってることっていうのはね、簡単に言えばですよ、彼がね、保守政治家として、なんていうのかな、
推進したいっていうのは先生おっしゃったみたいにですね、女系天皇、夫婦別姓、それから同性婚 で言ってるんだけど、これがね、今までの日本人のね、保守の感覚からしたらですね、とりあえずまずはね、否定するところから入れというふうに言ってることを全くね、理解してないで、なんかね、自分にとって都合のいいね、ところだけをこう、切り張りしてね、やってると。ある意味でね、国民のことバカにしてんのかなとも思いましたね。要するに、同性投票なんか読んだことねえだろうと。だから、僕ちん読んでるよと、いうのでね。ただし、で、小泉と比べるとですね、もう先生お優しいからね、あれですけど、この、石破と比べると、小泉っていうのは知的レベルが低すぎるんですよ。まあ、要するにバカ。だから、バカと衛生保守の戦いと。だから、沈黙や以下。だから質問とかね、された時に、議論とかした時、いろいろありましたよね。国会議員が、林芳正とかね、いろんな人がいろんなことを議論してた時に、私はね、小泉はね、真面目にね、答えようとするじゃないですか。なんかその規制緩和の問題とかね、どうのこうの。あんなことね、自分でも何にも分かっちゃいないんだから、ウッキーとか言ってね、なんか猿のモノマネでもしてた方がいいんですよ。その程度の知性、それが小泉です。ありがとうございます。はい、確かに安倍さんがね、小泉さんのことを、天才子役と呼んでいたという話もありますけれども、でその振り付けしているのは誰かって言ったら、それこそ、財界のだいぶ影がもうちらつくじゃないですか。です、ね、石破さんが、最後のこの決選投票の前の演説でおっしゃってたのが、この昔は、自分はね、鳥取出身で、あの時自分が子供の頃に見ていた光景は、あれは今よりも豊かではなかった、貧しかったけれども今より幸せだったのかもしれないみたいな、でいわゆるこの地域の幸せというものを一つ一つこう取り戻していきたいみたいなのって、ともすれば非常にこう今の話と符合するところかもしれません。で今回その党員票のそのね、分布というか47都道府県見たら、もうこれ明らかにこう傾向が分かれていて、都市部は高市さん支持していると、圧倒的に。ただ地方、いわゆる田舎ですよね、はもう石破さんをね、すごい全面的に支持していて、とはいえ石破さんが目指しているものってそのコミュニティの復活ではないですよね。ここってどうご覧になってます、この差っていうのは、高市さんとその傾向。私からやるんですか。もう先生真面目だからね。私は真面目じゃない方の話をしておきますけど、要するにね、石破さんっていうのは、地域にね、いろんなね、ところに、ね、行くんですよ。なんで行くかって言ったらね、友達いないし、暇だから、もう呼ばれたらね、いるんですよ。それでね、例えばね、岩手でも青森でもね、来てくれるわけですよ。で、会合やってね、いるときに、普通政治家ってね、ちょっと挨拶したら帰っちゃうんですよ。でもね、やることないから、ずーっといるんですよ。でそうするとね、わー、あの人、俺たちのところの東京からわざわざ来てくれて、こう2時間もずっといてくれたよと、こう2時間にもね、なんかね、参加してくれて、すごいいい人じゃないかと、こんな程度です。まあ正直そのレベルの話かもしれませんね、本当に、ね。いや、本当にそうですよ。だね、真面目にね、田舎の人はね、例えば、やっぱり地方再生を目指してた、大臣だから石破にやっぱり一票入れることが、地方再生につながるだろう、だからやっぱり我々地方の人間は石破に入れなくちゃいけない、なんて思ってる人は1万人に1人ぐらいしかいませんよ、てかいないでしょ、そんなの。なんとなく田舎にも目を向けてくれて、2次会まで参加してくれて、座ってくれると。しかもプラスその幹事長とか、地方創生大臣時代に、そうね、回ることで回ってた。言ってしまえば幹事長とかって、金をね、結構自由に、フリーハンドで使える立場にいるわけじゃないですか。っていう、非常にこう、浅いものですよね。あとやっぱり、彼にとって、有利なのは、鳥取出身だっていうことで、私も鳥取の田舎ではというのが言えるわけですよね。PHP 新書かなんかにあったなんか昔の2010、だいぶ前の総裁選の時に出した本ですかね、あの時になんかこう地方創、ちょうど地方創生担当大臣から出た時のやつですね、であれだからなんか地方の問題かなりいろんなこと書いてあるのかなと思ったんですよ。でそうしたら、石破さんの地方創生策っていうのは結構
局まあなんというか本当に新自由主義的なやつなんですよね。うん、なんていうかな、こう地方、例えば地方に職を作るために、うん、なんか地方の産業農業とか守るためにこう関税かけましょうとか全然一言も言わないと、うん、でそして何ですか、要するに自治体間の競争させましょうっていう話なんですよね。うん、で自治体間の競争させて、でこんなこと書いてあったんですよね。確か競争に負けた自治体はこうまあ破産みたいな状態になっても構わないみたい な、うん、なんか一番最初になりそうなのは島根でしょ。ですけどね、なんかそういうふうに鳥取ですね。だから自治体はそう 負けてこう民間の企業みたいな感じでこうなんていうかな、こう負けてもうダメになっちゃっても構わないと、優勝劣敗がつくべきだみたいなこと言ってるんですよね。うん、いやこれ読んだ時、あ、これダメだなと思ったんですね。うん、だって企業と自治体全然違いますからね。いや本当おっしゃる通りで、道州制のね、議論の時も、うん、私もね、いつもね、思うことあるんですよ。道州制になったらね、これね、東京とかね、大阪といったね、うん、もうすでに強いね、地域は、ますます強くなるでしょう。だけどね、人口が少なくて、もうお年寄りしかいなくて、うん、若い人みんな出てっちゃうというようなね、ところでは、これは逆にもっと貧しくなるだけでしょう。で、それをね、なんとかしようっていうのが政治ですよ。うん、なのにそれはね、弱ければねポイント捨てちゃえというのはね、うん、これはね政治家の発想ではなくて経営者の発想です。いや本当ですよね。まあ、ちなみにここ福岡市で今やってますけど、まあ、福岡市の市長の高島さんというのはね、福岡市を経営するとかって本書いてるのか別に言ってますけれども、なんか私はあんまり気に食わないんですよね。まあ、自治体と経営は全然違いますよ。いくら競争しろって言われたって競争条件全然違うじゃないかと。なんかそんなところでこう競争しろで負けたところはもう退出しなさいみたいな、どうやって退出するんですかね。石破さんそう書いてたんですけどね、なんかちょっとそれはわけがわからんだろうって。そんな人が地方創生やってたんだから、やっぱこれちょっと困ったなと思った感じなんですよね。で もう一つは政治家、まさにさっきの何ですか、最近言いますよね、本当政治家とか公務員が私は経営のマインドを持って政治に当たりたいとか行政に当たりたいとかですね、あ、もう私あれが大嫌いでですね、やっぱ何て言うかな、もうこうやっぱり政治家とか公務員の人ってのはこう民間企業に対して、いや、あんたたちは民間だからねと、まあ、あんたたちは短期的な利益しか考えてねえからなと、私は政治家とか公務員だから、もう国家100年の公共の利益で考えてるんだと、だから民間の商人を黙れみたいな感じですね。なんかそんな風にもっとこう矜持を持ってほしいんですよね、政治家とか公務員っていうのはですね。ただ公務員もね、クズばっかりですからね、これはこれでねまた問題なんですよ。もう頭の悪い公務員もね、何なんだというね、もう引っ叩いてやりたいみたいなやつも、ね、いますからね。それはそれで問題だけど、でもやっぱり前提として政治と経営っていうのは違うと。そうですね。でそれをね、一緒くたにして政治には経営の視点が足りないから、経営者のねとしてうまくいったねっていう、僕ね、これのね原点ね、松下政経塾にあるんじゃないかと思うんですよね。だから経営者としてうまくいったけど、松下さんって別に政治家じゃないし、で経営者としてはね立派な人だと思いますよ。で面白いこともいろいろ言ってるけれども、じゃあ今その経営どうなってますかと言ったら、うまくいってないでしょ。ご家族もうまくいってないしね。だからそういう問題を考えてみるとですね、まあ本当になんか経営をね、こう前面に出してきて、経営者としてうまくいったんだから政治もうまくいくんだというね、この発想。だって無能なやつはね、リストラすればいいじゃないですか、経営者なら。でも無能なね、国民をね、どうやって食べさせていくかっていうこと、しかも誇りを持って生きていかせるかっていうことを考えるのが政治ですから。いや、そうですね、全く視点が違うんですよね。いや、全くその通りなんですよね。なんていうかな、石破さん総裁選の時に、私はこの点はこのポイントは支持しますけれども、そのいわゆるこうキャピタルゲインに対する課税ですね、はい、なんていうのかな、課税所得、金融所得課税ですね、はい、今の言葉だとね、その金融所得課税というのはこれを上げるぞっていう話をしてましたけれども、これ昔岸田さんも言ってたんですよね、2021年、はい、岸田政権ができた時は、はい、であれずっと言って、岸田さん行ってきて新しい資本主義だとか言って、新自由主義じゃないやつをやるぞとか言ってたんですけど、だけどそれ言ってたら選挙取ったとか単に株価がどっと下がって、日経新聞とかもちょっとそれはやめろみたいな感じで、で今も今回の総裁選も
何ですか、石破さん以外は多分みんなほぼ叩いてたんじゃないのかなと思うんですよね。でそれやると株価下がっちゃうみたいなことがあって、で私はこの金融所得課税っていうのは私はもっと引き上げりゃ引き上げた方がいいと思いますけれども、だってそれはあの不労所得にね、あのなんていうかな、なんか最近だと貯金から投資へみたいなこと言って、であの岸田政権なんかもNISAだNISAだと、あれ岸田政権最初の頃、ね、3年前の、2021年にできた時はあの令和の所得倍増とか言ってこう一般庶民の所得を倍にするぞとか言ってたくせに、あのなんかいつの間にかあの金融資産立国とかって言い始めてるでしょ。あのだからあの資産運用立国宣言とか言い始めて、でそれであのNISAにみんな金ぶち込んでいけと、うん、っていう話にあのなっちゃいましたので、だから岸田さんも結局最初の志としてはいいとこもあったと思うんですね。そういうふうにあの金融所得に課税して、でよりなんていうかな、あのそういう新自由主義的じゃないやつにやっていこう、新しい資本主義だっていう点、そこのところは考えてたと思うんですけれども、それがいや蓋開けてみたらやっぱりそのマーケットが全然交換するどころか、あのどんどんあの株価が落ちてしまった、うん、でそしてあのそういう金融業界の人はもうそういうのはやめろと、言ったと、でそして岸田さんすぐ取り下げちゃったんですよね。でそして資産運用立国宣言と、令和の所得倍増どこ行ったんだって感じですけれども、でそうなっちゃいましたと、でだから石破さんも多分そういうですね、あの金融所得課税も多分取り下げざるを得なくなるんじゃないかなと思うんですね。でですからなんか石破さん、なんか著者の中で経済のことはあまりほとんど書いてないんですけど、ただまああの何点かはあのなんていうかな、例えばあのこれあの大沢正知っていう元京都大の先生だった人が、あの PHP っていうあの PHP の出してるあのボイスかなんかに書いた論文から引用してるんですけど、なんかそれを引用しつつですね、あのグローバル化の時代においてはあの分配と成長、経済成長っていうのは両立しがたいんだって大沢正知が言ってたと、で私もそう思うって言ってたんですね。でこれどういうことかって言ったら、あのグローバル化の中で何ていうかそういうあの金融所得課税とかですね、あの法人税率を上げるとか、なんかそういうふうなことをやってこう福祉に回すんだとかですね、あのでまたはこう関税かけたりしてあの庶民の職を作るんだとかですね、なんか そんなことをやったら資産がブワーって逃げちゃうんですね、グローバル化の時代はですね。ですからそういう意味では経済成長とあの分配っていうのはうまくいかないわけなんですよ、なのでなんか石破さんそういうことをちょころっと書いてるんですけど、だけどだったらそういうグローバル化の経済秩序自体はどうにかしろよって私はあの言いたいんですけど、なんかそういう話は全然書いてないっていうですね。だからおそらくあの金融所得課税の話 も石破さん取り下げんじゃないかな、なかったことにするんじゃないかなと思うんですね。だからそういう意味ではあんまり期待してないですね。なんか財務省と戦えというようなメッセージが来てるかな。はい、あの嬉しいエールをありがとうございます。いやとにかく今ですね、積極的な財政出動をきちっとやる、それから日銀の方もあのまだ金融緩和を我慢強くやる、これをやらんかったらまた、元のデフレ状態に後戻り、これは私の持論でございます。まあ、ただ特に強い思いっていうのはあの私は何としてですもうこの日本経済を強くしたいと、もう今成長がむちゃくちゃ大事やと思っております。であの戦略的な財政出動ということで危機管理投資と成長投資、まあ、これをメインに据えとるんですね。でそれは何でかって言ったら、今日本というのは国力強せなあかん、まあ、つまり外交力とか防衛力とか経済力とか技術力とか情報力とか人材力で何やるにしたってお金いりますよね。で今ちょっとこの、少し景気が、上向いてきて、まあ、デフレマインドから脱却するかどうかギリギリのところ、本当ギリギリのとこですわ。だからここであの財政をですねこう締めてしもたら多分元も子もなくなると、またあの 今のインフレ言うたってですね、その 2% 超えたやんかってよう言われますけれども、大概の食料品とかエネルギーが高すぎるんですわ。だから、まあ、それじゃダメで、ちゃんとそういうあの、まあ、輸入品が高すぎる、で、まあ、食料エネルギーが高すぎる、でそれを除いたコアコアというやつではまた 1% 台ですからね、 1.9 ほどですからね。だから物価安定目標の 2%
普通にみんながですね、こう緩やかに物価も上がり、で給料も上がり、で消費も増えて、ハッピーという感じの力強さにはまだなってない。だから今やっぱり政府とか日銀がですね、しっかりと目標を立てて、まだこの財政出動の手を緩めちゃいけない。それから金利もですね、まあ、はっきり言ってまだ上げちゃいけない、まあ、これ投資しにくくなりますよね。設備投資とかしにくくなりますよね。だからそれからやっぱり若い方がお家を買うとかってローン組みにくくなりますよね。だから今絶対にこの消費マインドを下げちゃいけない。まあ、むしろですね、消費マインドを上げていく、まあ、そのためにはさっき給料上がらなかで、ここが難しいところで、まあ、デフレで物価が安いちゅうたらですね、買い物する方にとってはこれはラッキーなことなんですけれども、その買い物をする人もどっかでお勤めをしているということになると、何もかもが安くしか売れないということになると、お給料も上がらない。まあ、これが30年続いてしまったデフレマインドの結果ですんで、まあ、緩やかにそれなりのものはそれなりのお値段で買っていただけるようになって、まあ、当然お給料も上がっていって、でそれやったらまた、自分のために何か買おうかな、まあ、そう思っていただける、状況まではちょっと財政出動をしっかりとしてですね、経済を強くしていかなあかんなと思ってます。まあ、5つの政策ってことで、このまま喋り続けると1時間半ぐらいの演説になるんで、まずは一番重視している成長、まあ、なんとか成長させていこうと、いったところのお話をさせていただきました。日本テレビの前野と申します。ちょっと経済についてお伺いしたいんですけれども、石破新総裁、経済についてはそれほど、まあ、強くないんじゃないかみたいなイメージもあると思うんですが、経済対策としてですね、新総裁、まあ、この後新総理になるわけですが、まず最初に何を打ち出すのか、まあ、物価高対策なのか補正予算なのか、その辺のお考えを聞かせていただけませんでしょうか。補正予算につきましては、これは各党特に自公でお話をしていかなければなりません。喫緊の課題は能登の震災、そして直近の豪雨対策というものでございますが、これは補正予算の編成を待っておるわけにも参りませんので、基本的に予備費で対応したいと思っております。そして予備費の執行というものが早急に円滑になされるような工夫はさらに努めてまいりたいと思っております。補正予算につきましては、これから自由民主党の中で、あるいは自公でよくお話をしてまいりたいと思っております。で、当面の物価高に対応していかねばなりません。賃金は上昇いたしておりますが、それが物価高というものを超えるものだということでなければならないのでありまして、それは実際に賃金が上昇していくまでにややタイムラグがあるものだと承知をいたしております。そういたしますと、物価高対策で例えば食料品、例えばエネルギー、そういうものに対してどういう施策が最も有効であるかということをよく見極めてやってまいりたいと考えております。で、冒頭おっしゃいましたように、どうも経済弱いのではないかみたいなお話であります。それは私がいろいろ至らん点があるからでございますが、基本的にいかにしてデフレスパイラルを脱却するかということは、GDP に個人消費が占めている割合は 54% でございます。基本的に個人消費が上がっていかなければ経済は良くならないし、デフレスパイラルも解消しないと考えておりますが、人口は減っていきますと、将来は不安でありますと、医療、年金、介護どうなっちゃうのと、お金があったらそれは使わないで貯めときたいねというような心理になられる方も多いのだと思っております。医療、年金、介護等々が安心ですよということが即座に示せるとは私は思っておりません。そういうものに対する不安を払拭をしていくということ、そして設備投資を行うことによっていかにして欲しい商品を作るか、いかにして欲しいサービスを提供するかということがなければ、それはデフレスパイラルは止まらない。そして日本とドイツを比較をいたしましたときに、経済全体に占める輸出の割合がドイツは 47%、 韓国 44%、 日本は 18%ということであります。そういたしますと、海外において生産拠点を多く持っておりますが、
それを国内回帰させることによって日本国内に雇用と所得の機会を作っていく。我が国は貿易立国と言われておりますが、経済の構造を見ると必ずしもそうではないと。そしてそれが成長と分配の好循環ということになかなかうまくつながらないということの根本的要因であると私は認識をしているところでございます。今回の動画はいかがでしたか？物価高に対応するため一部の会社の賃金は上がっているものの、物価高の上がり幅を超えていない状況、賃金上昇していくまでのタイムラグがあるにしても家計や消費活動は圧迫されていく一方です。この議題について日本の中小企業診断士そして評論家である三橋貴明氏がこのようなコメントを残していました。石破さんは緊縮財政主義者。石破さんが内閣総理大臣になったら岸田政権の劣化コピーになるでしょうね。そしてこの動画を見た視聴者の反応を紹介します。石破さんの政策は曖昧で具体性に欠け、経済再生や外交面でのビジョンが見えにくいと思います。石破さんが語る昔の豊かさは現実離れした理想論だから具体的な政策につながるとは思えない。石破さんは地方に頻繁に足を運び、地域の人々と交流を深めているから地方の声を理解し、地方創生に本気で取り組んでいると思う。石破さんの地方支持は彼の政治的立場や予算配分権限への期待が大きいだけで、本当の意味での地方再生策はない。現代日本の政治が抱える多くの問題が改めて明らかになったように感じました。石破氏と高市氏の対比、地方と都市部の支持の違い、そして経済政策の難しさなど様々な論点が見えました。特に印象的だったのは、石破氏の地方での人気の理由が実は政策よりも個人的な親しみやすさにあるという指摘です。政治家の人気と実際の政策実行能力の乖離を示していて、有権者として深く考えさせられます。また自治体間競争や資産運用立国といった政策の問題点も鋭く指摘されています。経営の論理をそのまま政治に持ち込むことの危険性や、グローバル化時代における成長と分配のジレンマなど、現代社会が直面する本質的な課題が浮かび上がってきます。全体として表面的な政策や人気だけでなく、その背景にある構造的な問題にも目を向ける必要性を強く感じました。その一方、高市早苗さんの政策は経済成長と財政健全化を同時に目指す積極財政、国防強化に力を入れた安全保障政策、技術革新による経済発展や日本の自主防衛力強化に重きを置き、未来を見据えた具体的な施策を提案しています。どちらが日本のトップにふさわしいかは一目瞭然ではないでしょうか。石破内閣が発足した瞬間に急落した株価、彼への不信感が形として現れたと言えます。一体今後どうなるんでしょうか。石破内閣に不信感がある人は石破内閣総辞職とコメントしてください。そして高市氏の再選を願う人はチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。